粘土釘の例粘土釘は、紀元前3000年期になって、シュメールやメソポタミア文明で使われ始めた太い、円錐状の釘である。粘土で作った釘の円錐面に、設計文字で名文を刻み、神殿などの建物の壁面に打ち込んだ。名文には、誰が、誰のためにその建物を建てるのかが刻まれており、例えば、王が神に奉納することが記されている。粘土円錐。 粘土コーン、クレーペグとも呼ばれる。また、シュメール人は粘土区儀に様々な彩色を施し、建物の壁や柱にモザイク模様を描くのにも使っていた。文字が刻まれていないこれらの粘土区は壁を補強する役割も果たしたとみられる。神殿の柱に施されたモザイク模様建造物の建流を記念する名文は、最初の頃は石に刻まれる場合がほとんどであったが、 やがて粘土製の釘が主流となった。金属が使われた例としては、古りの低素像がある。他に、ガラスも用いられた。古代エジプトでも、円錐型の曹操用コーンが使われていたが、こちらは、主として、円錐の底面に文字が刻まれている。粘土釘に刻まれた名文は、神殿の建設を祝うごく短文のものから、歴史上の出来事を詳しく記した長文のものもある。 ラガショ王、エンメテナは、ウルクとの和睦を記念し、バードティベラの町の神に奉納する神殿を建てた。エンメテナの、粘土釘には、ウルクの王子ルガルキニシェドゥドゥと、和平条約を結ぶに至ったことが刻まれている。ナンナ神殿を建てた、ウルの王、ウルナンムとだけ記された短い碑文が刻まれた、粘土デ筆青がラガシュにとしかみ、ニンギールスに捧げる、エニンの神殿を建立した。 イの粘土くぎ。進化ッと、強き王、ウルクの王、アムナムヌの王、王たる自らの宮殿を建てたと刻まれた粘土くハンムラビッキの粘土くの特徴として、形はキノコ型をしており、頭部が大きくて胴部は短い。シカゴ大学オリエント研究所に、アッカド語の設計文字が刻まれた品が収蔵されている。他、ペンシルベニア大学とクスフォード大学が複製を。 保有している。ありがとうございます。